姉妹よ。でも本当よ、効果を一つ、糸を少し、ウッドエルフが三人、それと斧を一つ。そこにいたか。その通りだ。だがまずはあの男のことを調べるのだ。もちろん美食家が男であると仮定しての話だがな、女であってもおかしくないのだ。もちろんだとも、当然だ。私のその調査で分かったことがある。ここに美食家の料理本がある。だがこれはただの本ではない。サイン付きだ、見ろ。美食家からアントン・ビレインへのメッセージが書かれているようだ。ビレインがマルカルスの要塞にいるのを突き止めた。この男はコックらしい。そのはずだ。だからお前は情報をビレインから引き出し、美食家の正体とその居所をつかむのだ。ああ、そしてビレインの用が済んだら始末しろ。すべての型をつけるのだ。その後でお前、話を聞いているのか。ふん、話の途中だったな。まあ、それからできることなら死体を隠せ。さあ行ってこい。いいか、マルカルス砦だ。アントン・ビレインはそこにいる。邸のいとこが殺された。ソリチュードで、自分の結婚式でな。ここならそんなことにはならなかった。オンドルマールはマルカルスのサルモールの指揮官。さてどうする。ああ、100回目だ。名前はブレトン。ハイロックで生まれここに来たんだ。リーチの民じゃないぞ。誰だ、何の用だ。美食か。言うもんか。どうしてここに来たのか知らないが、絶対に信用は裏切らない。美食家の正体に関する秘密は墓まで持っていくさ。闇の一刀。ちょっと待ってくれ。落ち着けって。友達だろ。こっちの命を危険にさらすようなことはしないよな。そうだろ。いいか、そいつの名前はバラゴク・グロ・ノロブ。オークだ。オークの美食家だよ。ナイトゲートに泊まってる。知ってるのはそれだけだ。さあ、これでもう行っていいだろ。ああ、そうか。そいつは助かる。どういたしまして。それじゃあ失礼するよ。仕事をしなきゃアントに首をもがれちまう。
何か用？ちょっと見て。何か用？どうしよう。それで本当なの？聖堂の任務？部外者だとは言わないわ。ふん。らしいな。ある多くが行方不明になったそうだ。つまりお前は。美食家を始末しただけでなく死体も始末したということだ。通行証も手に入れたな。ああ、そしてマルカルスから来た風の便りによると、要塞のコックが早すぎる死を迎えたそうだ。お前は忠実に任務を果たしたわけだ。お前を誤解していた。今わかった。我らは皆勘違いをしてたやもしれん。さあ報酬だ。それからちょっとしたものだ。ナイトウィーバーのバンドという、私が何年も身につけてきたものだ。お前にもらってほしい。魔法と隠密行動に必要な活力を入れてくれる。さあさっさとアストリッドに会ってこい。時は来た。この大掛かりで名誉ある作戦の最終段階に進む時だ。死は必ず訪れるものでしょう。
美食家を殺してきたのね。これでタイタスミード2世は死んだも同然だわ。そうよ、その栄誉をあなたに授けるわ。感心だわ、この落ち着きと自信。この仕事のために生まれてきたようね。それじゃ始めましょう。ソリチュードのドール城へと向かってほしいの。美食家の通行証を担当のマロ指揮官に渡して。彼のことは覚えているわよね。これで台所に自由に出入りすることができるわ。皇帝にも近づける。料理長のふりをしていれば皇帝の食事に毒を盛るのも簡単よ。さあ、これをジャリンの根と呼ばれるものよ。一口ですぐに効果が現れるわ。あっという間だから、皇帝は自分が死んだことに気がつく暇もないはずよ。皇帝が死んだら上の扉から逃げ出して橋を渡って、警報が鳴り始めたら警備が手薄になるよう手配しておいたわ。さあ行きなさい。聞こえし者としての運命を全うするのよ。ええ、それじゃ。姉妹よ、皇帝の命を任せられるものか。考えすぎだ。話したのは内緒にしてくれ。実は皇帝の殺害計画が判明した。事態が好転したぞ。首謀者？皇帝のエリート近衛兵の一人だ。そこで止まれ。この塔は追って通知があるまでは立ち入り禁止だ。今度は何だ？ゲイカ命令。この書類の所有者、美食家。アズーラにかけて美食家。すいません、そんな格好だとは。まさか。気づくべきでした。失礼をお許しください。城の料理長であるジアーナがあなたの到着を今か今かと待っております。どうか台所へお進みください。もう配達は結構。在庫は十分だと言ったでしょ。何でもいいからそこに置いて出て行ってください。美食家様。ああ、やっぱり美食家が皇帝のお料理を作るためにいらっしゃるとは聞いていましたが、とても信じられませんでした。まさに美食家がブレトンだとは思いもしませんでした。あまりに当然すぎる気がして。偉大なコックの中には何人もブレトンがいましたし。ええ、もちろん。皇帝のリクエストはあなたの特別料理ポタージュルマグニフィークです。僭越ながら料理を始めさせていただきます。しかし料理本の情報は限られていますし、人によってポタージュの作り方も違います。本日は美食家の特別レシピで作らせていただきます。スープベースは沸かしてあります。すぐに始めましょう。さて、まずはどの材料を入れますか？人参ですか？本当に？わかりました。次は何を？そうですよね、そう来ると思いました。あら、私も特別な調味料としてニルンルートをいつも使っていますよ。素晴らしい考えです。
できました。次は？ああ、ホーカー、とても美味しいですよね。この世にホーカーが嫌いな人などいるでしょうか。すみません、興奮してしまって。さあ、ホーカーの肉の角切り1カップを入れますね。シチューは出来上がったようですね。何かを足すと独特の風味が薄まってしまうかも。これでいいですか？これはハーブの一種ですか？本当にいいんですか？ポタージュは完璧な味ですが、これ以上足したら。これは失礼。あなたの一番有名なレシピですものね。これでよしと。秘密の材料を加えました。おこがましいようですが、帝国一のシェフと食事の用意ができるなんて身に余る光栄です。私がシチュー鍋を持って食堂へご案内します。皇帝もお客様もあなたに会いたくてうずうずしていますよ。では落ち着いて、ジアナ、落ち着いて。本当に全く全然怖くないのですか？これだけのことが起こった後でも。結婚式のいとこの明白な殺人、不幸な誤解以外の何者でもない。消えた蜂蜜酒に短期、こういうことは起こるものだ。ここです。かなり。ああ、緊張する。すぐに入りますよ。私が給仕しますので、そこに立って。みんな驚きますよ。ひどい。指揮官の息子に暗殺する計画を立てられるなんて。ええ、不幸な展開になった。だが他とは関係のない出来事。それに責任があるのはその男の息子だけと確信している。実のところ危険の心配は全くない。皇帝を殺すのは有益だが、親しくなるだって？それは素晴らしい。みんなも同じ意見に違いない。さあ、お待たせしました。ご紹介しましょう。美食家です。ああ、ポタージュ・ル・マグニフィークだ。とても美味しい。友よ、自分は皇帝として最初に味見する権利を持っている。ああ、なんて素晴らしい。実に美味だ。望んだ全てが実現した。これで何か おかしな。なんということだ。美食家とシェフが皇帝に毒を盛るとは。奴らを捕らえろ。違う、あなたは分かってない。何かの間違いだ。私は、
あの男はこれまでに皇帝が雇い入れた中で飛び抜けて鼻持ちならない身代わりだった。奴が死んでくれて喜ばしいよ。しかしお前を殺せばもっと幸福を感じるだろうな。闇の一党の暗殺者としてお前はまさに今皇帝の命を奪おうとした。もし成功していれば名声を得られていただろうに。驚いたか？こっちもだ。お前の同胞の一人が計画を知らせにやってきた。我々は取引を行った。そう、交換取引だ。お前がここで死ねば闇の一党は存続できるのだ。だがな、考えが変わった。こんなのはどうだ。お前を殺し、お前の哀れな仲間たちを全員なぶり殺しにするというのは、お前の聖域は今頃攻撃を受けているだろう。それこそが考えついた取引だ。お前は我が息子を殺した。お前たちがだ。さあ今こそ報いを受けてもらおう。女を殺せ。そして全てを焼き尽くせ。今のは何だ。新鮮な魚だよ。朝釣ったばかりなんだ。